続いてご紹介しますのは、うずき連の皆さんです。昭和32年4月、地元企業の踊り好きが集まり連を結成しました。発足好きのうずきと、よしこののお囃子に身も心も浮き立つようにうずいてくるという2つの意味から、うずき連と命名しました。ややゆったりとしたテンポの水長のお囃子と、それに合わせた優雅でしなやかな差し足の女踊り。時に優しく、時に切れよく、打ち合わせばく力強い男踊り。そして身も心も踊り出すようなよしこのの技で、古き良き時代から受け継がれてきた伝統的な清浄阿波踊りを志すうずき連。鳴り物のリズムが心を、体を震わせます。ご覧ください。これがうずき連です。